ドルジュキーウカ市電は、ウクライナの都市、ドルジュキーウカに存在する路面電車。2020年現在は、ドルジュキーウカ市が所有する、ドルジュキーウカーブとエレクトロトランスによって、運営されている。1945年12月5日に開通した、ドルジュキーウカ市内の路面電車。建設は1940年代初頭から始まったが、第二次世界大戦の影響を受け、 営業運転の開始は終戦後となった経緯を持つ。都市の発展とともに1969年以降、路線の拡張が行われ、最盛期には6系統が運行していたが、ソビエト連邦の崩壊以降の経済的な混乱や、モータリーゼーションの影響で廃止が続き2020年、現在は以下の系統が運行している。 運賃もソ連崩壊以降値上げが続いており、2018年以降はサンフリブニアに設定されている。2020年時点でドルジュキーウカ市電に在籍する営業用車両は以下の通り。2010年代以降はハルキウ市電から譲渡されたタトラティさんの導入が続き、車両の近代化が図られている。ありがとうございます。